俺の名前は国枝とも、どこにでもいる普通の高校2年生だ。早速だが、俺には好きな人がいる。クラミさん、好きだ。付き合ってほしい。好きな人の名前はクラミクミさん。同じクラスで隣の席の女子だ。何かの間違いじゃ。いや、俺が好きなのは間違いなくクラミクミさんだが。なんで私のこと。だって、なんで。だって私地味だし、陰気だし、全然可愛くないし。確かにクラミさんは地味だし、陰キャだし、コミュ障だし、いつも挙動不審で怪しいけど。そこまで言ってない。だけど俺はそんなクラミさんが好きなんだ。いや、好きなんて言葉じゃ言い表せない。ガチ恋していると言っても過言じゃない。ガチ恋。それにクラミさんは可愛い。クラミさんは美女だ、間違いない。そんなこと言われたの初めて。ちょっと嬉しいかも。というわけで付き合ってください。お願いします。ごめんなさい。振られた。気持ちは嬉しいけど、私と付き合ったら絶対後悔すると思うから。なんで。私と付き合ったなんて知られたらきっとバカにされるから。言わせたいやつに言わせておけばいいだろ。でもごめんなさい、迷惑かけちゃうから。そんなこんなで俺は振られたわけだが、その日から俺は。おはよう、クラミさん。おはよう、国枝くん。今日も可愛い、好きだ、付き合ってほしい。ごめんなさい。俺は毎日のようにクラミさんにアタックをし続けた。嫌われているならともかく、俺のことを考えて俺を振ったのだ。ならまだ可能性はあるはずである。そんな感じでオープンしているから、すっかり俺がクラミさんのことが好きだということがクラス中に広まったわけだが。お前、クラミみたいなのが好みなのか。変わってるな。こんな感じで冷やかしてくるやつが出てきたりするわ。国枝くん、応援してるよ。国枝くん、頑張れ。おおむね応援してくれる人が大半だった。どうしてそこまでして。嫌じゃないの、冷やかされたり笑われたりするの。別に、俺はただこの溢れんばかりのクラミさんへの思いを伝えているだけだからな。人に笑われるようなことしてるつもりはない。国枝くん、変わってるね。え、俺は自他共に認める普通の高校生のつもりなんだが。変だと思う。マジかよ。でもなんだか好きだな、かっこいいな、国枝くんのそういうぶれないだから。え、じゃあ付き合ってもらえます。ごめんなさい。ずっと聞きたかったんだけど、どうして私のことそこまで好きなのはなんで。え、可愛いからだけど。そうかな。あんまり人から言われたことないから実感湧かないけど、つまり認めってこと。うなじとかセクシーだなって思う。ここ見てるの。真面目に答えるとよくわからん。最初はただのお隣さんだったんだけどな。なんかクラミさんのこと見てたら放っておけなくなってさ、気づいたらいろいろ話しかけるようになって、で、好きになってた。そういえば、やたら質問攻めされた時あったね。結局、スリーサイズは聞き出せなかったな。そんなわけない。まあ、強いて理由を考えるなら、非語欲とかかもな。クラミさん、思わず肉じゃが作ってあげたくなっちゃう感じだからさ。例えばよくわからない。とにかく俺は、クラミさんにガチ恋しているんだ。だから、クラミさんが俺のこと嫌いって言うまでしつこく食い下がる所存だ。もし迷惑なら大嫌いって言ってくれ。軽く3年くらい引きこもるから。国枝くんの3年を私が握ってる。実際しつこい自覚があるわけで、だからもし本当に迷惑ならもうやめる。迷惑じゃないよ。私嬉しいんだ、
好きって言ってもらえて、私と話して好きって言ってくれる人今までいなかったから。なんで？私ほら喋るの苦手だから、遅いし、最初はみんな優しくしてくれるけど、しばらくするとめんどくさくなっちゃうのかな。話しかけてこなくなるんだ。喫音とか？うん、そこまでじゃないけど。そっか。国枝くんは私と話すのめんどくさくない？お、好きな女の子とのおしゃべりをどうして面倒に思うんだ？嬉しいな。会話ってキャッチボールって言うだろ。クラミさんは投げるのが人よりちょっと遅いだけだ。むしろクラミさんがボールを投げるのを待てない奴らが強力すぎるんだよ。俺はクラミさんがボールを投げるまでいくらでも待てる。そうなんだ。そしてキャッチした瞬間に剛速球で投げ返して慌てふためくクラミさんの顔が見たい。国枝くんって性格悪い？それから少しだけクラミさんの様子が変わった。クラミさん、今日も可愛い。ぜひ付き合ってほしい。おや？すぐに断られないってことは、これはもしかしてオッケーの流れが来ちゃって。ごめんなさい。あーん、その、今は。おや？クラミさんはどうやらちょっと揺らいできているみたいで、押せば押し切れるかもしれない感じだった。だが、わかった。今日のところは諦めるよ。俺は彼女がボールを投げてくるまで待つと言ったから、せかしたりなんかしたら俺はとんだ嘘つきになってしまう。だから俺はのんびり待つことにした。ごめんね、いつもいつも。謝る必要なんてないだろ。俺の都合にクラミさんを付き合わせてるんだから、むしろ俺が謝りたい。まあ謝らないんだけど。え、どっち？俺に振り回されて困ってるクラミさんの顔がとっても素敵なんだ。こう心臓にドキュンってくるんだよな。あれ、国枝くん、せっかく悪い。ドキュン。そう、その顔だよ。もう一回、もう一回って。とんでもない人に好かれてしまった。ちぇ。で、放課後。おい、クラミ、お前最近調子乗ってね。じゃあ、はっきり喋れよ、イライラするな。クラミさんと一緒に帰ろうと思ったのに、いないから探していたら、校舎裏で陽キャ女子の集団に早速囲まれていた。調子になんて乗ってないよ。嘘言ってんじゃねえよ。男にチヤホヤされて浮かれてんだろ。ちょっと顔がいいからって勘違いすんなし。お前がチヤホヤされてんのは顔がいいからってだけだから。じゃなきゃお前みたいな陰キャ誰も相手にしねえから。待った！国枝！それ以上クラミさんに陰キャだのネクラだの声が小さいだの言ってみろ。怒るぞ。いや、うちそこまで言ってない。大勢で一人を囲むなんてカッコ悪いと思わないのか？ちゃ、お前には関係ねえだろ。すっこんでろ。ある。俺はクラミさんにガチ恋しているから、彼女が困っているなら助けていいところを見せたい。下心丸出しじゃねえか。きゃ、やだ、国枝くん、かっこいい。お前はそれでいいのかよ。よかったな、クラミ。お前みたいなやつでも好いてくれる男がいてくれて。まあ国枝なんて冴えない男子ナンバーワンみたいなやつだけど。この学校にもう一人国枝くんがいたのか知らなかった。お前のことだから。バカな、俺はイケてる男子筆頭のはず。ちょっと待ってくれ、今鏡で確認するから。ちょっと髪整えても変わんねえから。あ、
国枝くん、さっきよりもかっこいい。だから変わってねえだろ。ちくしょう、ちくしょう、こいつらと話してると頭おかしくなりそうだ。もういい、行くよ。そのままリーダーらしき女子は仲間を引き連れて帰っていった。大丈夫だったか、クラミさん。クラミさん、トキュン、え、国枝くん、好き、かっこいいよ。え、まるで王子様みたいだった、好き。え、国枝くん見てると胸のときめきが止まらない。はちゃめちゃが押し寄せてくる。もうなんかとにかく好き。え、私国枝くんにガチ恋した。だから付き合ってくれませんか。国枝くん、な、あ、ごめん、嬉しさのあまり一瞬天国に行ってた。大丈夫？クラミさん、付き合ってくれないかなんて聞く必要はない。俺の気持ちは常日頃から言っている通りだから。だからこれからよろしく、クラミさん。こうして俺とクラミさんはお付き合いすることになったのである。それを早速クラスメイトの女子に報告したら、ねほりはほり質問された。いや、マジよかったじゃん。みんなのおかげだな、ありがとう。いやいや、こっちも二人のやりとり見てたくさんニヤニヤさせてもらったから気にすんなよ。おや、クラミさんだ。なんか怖くない？国枝くんが私以外の女の子と楽しそうに話してる。浮気、浮気なのかな。あらあら、まあまあ、どうしてくれようかな。この怒りを私はどこにぶつければいいのかな。え、怖い怖い怖い。クラミさん、あんなに早口で喋れたんだな。そこ突っ込むところ、そこじゃなくない？なんか命と危険を感じるんだけど。実は付き合ってから判明したんだけど、クラミさんヤンデレなんだ。いや、昨日も大変で大変で、危うく刺されるところだったよ。はっはっは。笑い話になってないんですけど。それだけ愛されてるって証拠じゃないか。国枝くん、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 怖い怖い怖い。それからしばらくして、クラミさん、なんで俺椅子に縛られてるん？国枝くんが私との約束を破ったから。約束？それって一日一回は必ず好きっていう約束？それはいつも言ってもらってるから。あ、じゃあ一日一回愛してるっていう約束？それも毎日ちゃんと守ってくれてる。あ、さあ、一日一回抱きしめて頭を撫でる約束？ねえ、国枝くん、そんな約束してないよ。そうだっけ？毎日好きっていうのも、愛してるっていうのも、抱きしめて頭撫でてくれるのも、国枝くんが自分でやってることじゃないかな。そういえば、そうだったな。もう国枝くんたら、あたかも私がめんどくさい余計ばかりしてくる、めんどくさい彼女って思われるようなこと嫌なんで。ごめんごめん。で、約束ってなんだっけ？私以外の女と話さないこと。それ十分めんどくさい彼女じゃないだろうかと思った。誤解だ、クラミさん。俺、クラミさん以外の女の子と話してないよ。少ししか。少しは話してる。約束破った、許さない。わかった、クラミさんがそう言うなら煮るなり焼くなり好きにしてくれていいよ。さあ、なんで国枝くんの方が態度が大きいの？あのさ、さすがに女の子と話さないのは無理だよ、クラミさん。業務連絡とかもあるしさ。
でも嫌なものは嫌なんだもん。わがままだ。あんなの、私いつ国枝くんに捨てられるか。え？だって私よりも可愛くて愛想も良くて面倒くさくない女の子たくさんいるもん。面倒くさい自覚はあったのか。だから不安なの。私なんてたまたま国枝くんみたいな素敵な男の子が目をつけてくれただけな。なったから。なるほど、だから付き合ってから急にヤンデレになってしまったのか。まあバカだな、クラミさんは。俺がクラミさん以外の女の子を好きになるはずがないだろ。そんなことわからないもん。どこの子は付き合うまでは優しくしてくれるけど、付き合ってからは急に冷めるって言うし。どこで調べたのかわからないけど、俺はずっとクラミさんのことしか見えないよ。確かにクラミさんは愛想は良くないし、めんどくさいし、陰キャだし、ネクラだし、思い込み激しいところもあるし。私そこまで言ってない。だけど俺にとっては世界一可愛くて、そういうところも含めて愛おしいと思うんだ。大体振られたのにずっと粘着してた俺の方がめんどくさいだろって話だしな。確かに。うなずかれてしまった。だから心配しないでよ。少なくても俺から振るなんてことはないからさ。好きだ、グラミさん。うん、私も国枝くんのこと好き。ごめんね、疑うようなこと言っちゃって。おい、分かったからさ、できれば包丁を捨ててから抱きついてね。怖くて漏れちゃいそう。そんなこんなで俺とクラミさんは幸せに暮らしましたとさ。おまけ、毎日好きだとか愛してるとかハグとかしているわけなんだけれども、うん、これだけじゃクラミさんに俺の思いを十分に伝えきれてないんじゃないかと思うんだ。伝わってるかな。いやいや、伝わっていないからこそクラミさんを不安にさせ、結果ヤンデレにしてしまったと思うんだ。全ては俺のせい。というわけで毎日サプライズなんてどうだろう。それきつくないかな。愛さえあれば大丈夫さ。あのね、私も大概だけど国枝くんだいぶヤンデレと思うよ。彼女サプライズ検索っと。あ、この女の子かわいい。国枝くん